皆様こんにちは。しのぶ皮膚科院長で皮膚科医のしのぶ先生です。ペンネーム小麦さん、女性20代の方のご質問です。ドクター相談室で質問です。コンシーラーでも隠すことのできない黒クマができてしまい、治療を考えているんですが、切開やレーザーは怖いので注入治療を考えています。はい。調べているとヒアルロン酸注入のアレルギー発見率は 0.5% と目にしました。安全性等のことを考えているとヒアルロン酸が一番いいでしょうか。またヒアルロン酸注入当日の運動 NG とのことですが、大体どのくらいの期間で運動に復帰できますでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。まずですね、安全性についてヒアロン酸が一番安全かということですが、私の答えとしてはその通り、ヒアロン酸が一番安全です。これはヒアロン酸だけではなくて注入においては全てそうですが、副作用としてまず血管の中にヒアロン酸が入ってしまって、血管の中が詰まって皮膚が壊死してしまうということがまず一つありますね。ヒアロン酸の専門の医者であったとしたら、もしそんなケースが一つでもあったらもう職業自体なくなってしまう。クリニック運営さえ難しくなってしまいます。もうプロであるから絶対に大丈夫という安心感があるわけです。もう一つがデザインが悪くて入れているのが悪いだとか、入れた形が素敵じゃないというその技術の問題があります。あともう一つ、そのアレルギーということもありますが、アレルギーというものはそもそもがですね、どんなものに関しても起こります。食べ物であったりとか花粉だったりにしてもアレルギーって起こるわけですね。ですからアレルギーは美容医療だけ、それだけの問題ではないわけです。そこでですね、この安全性において脂肪であってもコラーゲンであっても、もう一回入れたら手術をしない限り取ることができない。ところがヒアロン酸はヒアロンダーゼという分解酵素を中途注入してしまえば、きれいに元通りに戻すことができる。これは非常に安全ですね。あともう一つ、ヒアロン酸手術をした後に運動していいですかということですね。そもそもヒアロン酸というものは体の中の神秘というところに含んでいる成分であって、ヒアロン酸注入をして何かしていけないことは何一つありません。普段通りの運動を好きなだけできますから、安心なさってください。目の下のクマ、茶グマ、青グマ、黒クマ、この3つについてご説明いたします。目の周りは皮膚が大変薄くて、こすったり湿疹ができたりしますと色が黒ずみます。例えば花粉症で目が痒くて描いてしまったりだとか、メイクを落とすときにとても強く服であるだとか、アトピー性皮膚炎にかかって描くみたいなことをしますと炎症が起きます。炎症が起きたとは必ず炎症後の色素沈着ということが起きてきて、これが茶色グマで茶グマと言います。次に青グマですけれども、例えばプールで寒い時に顔がね、真っ青になっちゃいますね。血流が悪い時に色は青く見えるものです。ですから目の周りの血流が悪いという時に青グマが出てきますから、青いクマが気になる方は眼輪筋の運動ね、ギューッと目を結ぶ、パッと開けるということを繰り返すと良いと思いますね。青グマが気になる方はそれは血行不良でありますから、眼輪筋の運動ね、目をキュッとつむるってことが大切っていうことと、あと例えばお風呂なんかに入ることも良いと思いますね。次、黒いクマですね。この黒いクマが特に美容医療において関係してくるクマだと思いますね。皆様がお悩みの黒クマ、このキーワードは眼下脂肪です。私たちの顔というものはまず骸骨の骨を想像してください。骸骨の骨で目のところ穴が開いていますね。その目の中の穴が開いている骸骨の部分を眼下と言います。この眼下という中に私たちの眼球が収まっていますね。眼下の中にある脂肪というものが存在します。この脂肪を支えているものは目の前の眼輪筋ですね。眼球の周りのバームクーヘンのようにある筋肉です。あと下にその眼下脂肪を支える靭帯がございます。
この人体とか筋肉が、まあ、老化現象であったりとかいろいろな理由で支える力が弱くなってですね、この眼下脂肪が前に突出したり落ちてくることをいたします。そこで目の下がくぼんだりとか緩んだりすることによって凹凸が出てきて色が黒ずんで見えます。これが黒クマです。黒クマは基本的にコンシーラーでは隠れません。黒クマというものは凹凸のへこんだ部分ですね、へこみを隠すのはやはり前に出さなければいけませんから、なかなかコンシーラーでは隠れません。黒クマで隠せるのがあったはずと思われた場合はですね、茶色のクマ、色の変化が同時に起きている、黒クマと茶クマが一緒にあってその茶色い部分が消えているということだと思います。コンシーラーは色を変えるものですね、まあ、よく使われるのがシミだと思いますが、シミはメラニンが増えた、いわゆるくすんだ色ですね、メラニン色素です。色はコンシーラーで消えますが凹凸は消えませんから、黒グマだけの場合は消えづらいと思います。目の下のクマがあるときに皆さんがまず申されるのがね、脱脂をした方がいいんじゃないかということですね。眼下脂肪というものが突出することによってクマは出てきます。そこで2つのパターンに分けて考えた方がいいと思います。まず1つ目はその目の下の脂肪が明らかに出ていて、もう脂肪が突出しているのが非常に目立つ場合、この場合は脱脂術はおすすめです。しかしそうではないパターンが大変多いんですね。一回脂肪を取ってしまうと元に戻らない、ヒアロン酸はヒアロン酸を消す酵素がありますが、脂肪を取ってしまった場合元に戻らないので、もしうまくいかなかった時にどうにもなりません。脂肪を取った後に自分のいらない脂肪を入れたらどうかなんて話もありますが、そもそも取って入れるんだったら入れない方がもちろん綺麗なわけです。また脂肪を除去するにあたってヒアロン酸の場合は座ったまま完璧に平らに入れることができますが、脂肪の場合は右と左が完璧に揃う、左右差なく思った通りの仕上がりということはかなり難しいんですね。ですから脱脂術はとても出ている方はおすすめですが、一度取った場合思う通りにならなかったら戻らない危険性と、完璧にうまくいくかどうかがもう賭けになってくる、この2つがありますので、安全性においてまずヒアロン酸の成長して、それでうまくいかないときに考えられたらいいかなと思います。 PRP というものは何かと申しますと、ご自身の中の血液にですね、成長因子というものが入っています。美容医療ではなくて普通に医療として整形外科において関節に炎症があったりとか皮膚がえぐれているような場合にですね、炎症がある場所にはご自身の成長因子を使うことにエビデンスがあって治る効果があると言われています。炎症があるところは治るんだから、だから目の下のクマも治るんではないかということですね。この売りはご自身の血液だからアレルギーが起きないでしょというところが一番の売りになってきます。先ほどヒアロン酸で少しアレルギーがあるのではないですかということをお話しされて、まあ、アレルギーはどんなことでもありますよと、ただご自身の成長因子をですね、健康な皮膚に入れて何か改善するというデータが全くありません。私も実は PRP やったことがあります。実際にやってですね、 PRP は大して変わりません。ただですね、多くの美容医療を見ている中で変わらないのは私はある意味問題がないと思っています。ですから美容医療をやったけれどもあまり効果がなくてわからない、それはまだ丸三角と言っていいと思いますね。ただ美容医療を行って取り返しが効かなくなったりだとか逆に悪くなってしまった、それだけはもう本当に反対したい。そこで今 PRP は変わらないけれども、特
当院の PRP は治りますよというものがあります。その治る PRP は私の意見としては危険だと思います。それは PRP という成長因子において線維化細胞の PRP を入れているということですね。これは皮膚科分野においては皮膚がえぐれているときにフィブラストスプレーというのがございますね。えぐれている海洋に対してそのスプレーを巻きます。モコモコモコと肉が盛り上がることをします。入れたら良くなるんですね。良くなって良かったと。しかしそこでいらっしゃるのがどん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 ボコボコ何かが盛り上がってきたということです。耳の下がボコボコしていてどうしたらいいか、この前はなかったボコボコ直してくださいと来るわけですね。これが怖さです。いわゆる治療によって肉が盛り上がりすぎてしまってできた異原性の目の下のボコボコです。これは私は大変なことだと思いますね。ですがヒアルロン酸注射においては消すことができますので安全です。いえいえ、私はヒアルロン酸注射を何度もしているけれどなくなってしまう。先生のところを持つと聞いてどういうことですかと患者さんが申された時に、何を入れましたかという時によく聞くのがリデンシティと聞くわけです。このリデンシティというものはヒアルロン酸ではあるものの、長く持たせるものではなくて美容成分が多く入っていて目の下の皮膚の状態を良くするというものです。これは決して悪いものではないですが、ヒアルロン酸には種類があることを知ってください。目の下のクマに入れるときに持つものではなくて美容成分のように肌を良くするだけのヒアルロン酸というものもあります。ヒアルロン酸においても安全性は高いことは間違いないですが、持ちだとかヒアルロン酸であっても他の成分が多いこともあるので、そこら辺も相談なさるといいと思います。小麦さん、お悩みにお答えできたでしょうか。一人で悩まずにぜひ私たち専門家に頼ってください。小麦さんに限らずお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください。この動画が良いと思ってくださったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ぜひお大事になさってくださいね。